はい、こんにちは。ソシャスです。今、夜勤から帰ってきました。ので、お着替えをします。お着替えだ。お着替えのちゃんちゃかちゃん。あ、な、シワスのお着替えだ。チクタク、チクタク。おちんちんも一緒にチクタク、チクタク。生着替えっていうか脱ぐだけなんだけどね。はあ、飯食う飯、飯、飯食いながら雑談、雑談談しましょうというコントで脱ぐだけ。靴下。で、よいしょ。で、カバンの中の、スマホとか取り出して、よいしょ。スマホとか、タブレットとか取り出して、OK？ はい。はい、部屋着。今日ちょっと寒いから、服装ミスったわ。バイク寒すぎた、ちょっと薄着すぎた。はい、じゃあ、わお、おちんちん、おちんちん同士でご挨拶、おし一個、じゃ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 めん、じゃじゃめん、じゃじゃめん、しっこちゃ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 ね。よいしょ。はい、じゃあご飯食べながらなんか話します。いただきます。下ネタに全力でこうやってこうって決めてから1年経ちました。去年の10月15日にちょっと魔が差して、毛の歌っていうド下ネタソング作ったんですけど、あれが TikTok で過去一で大バズりして、それまでね、結構低迷してたんだけど、ずっと。まあ、無名というかね、底辺 TikToker 的な、底辺 YouTuber 的な感じでやってたけど、もういいやって、下ネタ一辺倒で行っちゃおうと思って。もともと、その結構ふざけたい欲求はあったから、実際ふざけてみたら、こんなにね、もう1年も続いて、ふざけまくって1年ですよ。最初あの歌ができた時は、もう速攻でいろんな人にさ、歌、音源を使ってもらって、いっぱい見ながら、もう多分2、3日ぐらいそれずっと爆笑しちゃって、自分でももうなんか息苦しくなるほど笑いまくっちゃってて、それぐらい自分の中でもあの毛の歌っていう歌は革命的な、ちょっと運命を変えるレベルのものすごい、ものすごい大傑作だったなって今でも思いますね。いろんな人がその俺の毛の歌でバズりまくってて、ちょっともうあれですね、フィーバータイムっていうか、お祭り、毛の歌祭り状態だったっていう。いや、ほんとあの時はマジで一日中笑ってたぐらい、マジで浮かれてたね。昨日 YouTube 見たら、動画投稿数なんと993個いってて、あと7個で、1000個、投稿動画1000個達成するっていう、やばい、自分史上でもよくこんなにたくさん作ったなって思いますね。継続は力なりと。今までこんなにその、何か一つのことをずっと続けたっていう経験がなくてですね、その本気で、まあ俺30も超えたんですけど、31。なんですけど、自分の力で人生なんとかしないと、もう、いや、本格的にやべえなって気づいて、未完成でもいいから、もう20点、30点でもういいから、とにかくなんか作ろうと思って、で、始めたんですよね、その、シワスとしての活動を。もう最初の頃は本当に、ワンフレーズ歌を
入れて、で、上と下でハモって、みたいな。もうそれだけ。もうピアノとかもないし、エコーとかも、リバーブとかもかけてない感じの。動画もなんかこういう感じで、その口パクで合わせてるだけ、みたいな。はい、終わりって。全然編集もしてなかったし。もうそっから始めたんですよ。毎日続けてりゃ、やってるうちにこういう編集したいとか、もっとこういうのつけたいとか、背景動かしたいとか、いろいろこうなんか欲求が出てくるはずだから、と思って、まあ、とりあえず、毎日毎日ね、歌を思いつく限り作りまくろうと思ってやってたら本当にね、この初期の頃と今のその動画のクオリティを見比べてみるとやっぱり違うなって、いろいろできることも増えてるし、やっていくうちにだんだんそのクオリティ上がっていくからどうせっていう感じで、まあでも目標はチャンネル登録者10万人は行きたいから突っ走り続けるんですけど、お千代が拾い上げる。今俺の足の上に落ちたから大丈夫。次、ね。イカのかき揚げおにぎり。いただきまーす。もう本当にただただこれからも毎日、変な歌作り続けますっていう感じですね。これからどうなのかな？物を売る仕事って、物を売ってるんじゃなくて、人柄を売ってるんだよっていうふうに、昔、お客さんのおばちゃんに言われたことがあって、なんか今でも、ああ、そう、確かにそうだなって思うんですよね。まあ、そのおばちゃんちょっと変な人だったんですけど、でもなんかその人柄を売るんだよっていうことに関しては、すごく、俺多分一生記憶に残るかもっていうぐらい、いい言葉を教えていただいて。で、それって YouTuber も同じだろうなと思って、なんか動画の技術とか凄さ、クオリティとかそういうのだけじゃなくて、出演してる人、映ってる人の人柄を、売るもんなんだと。そこで人気をなんとか得ていくようなものなのかなって気づき始めてる。とりあえず生配信とかで、この間も夜マック食べてるところ、生配信したけど、結構ね、想像以上に、同節20人とかさ、同節2桁ってだけでもう俺も結構嬉しいからさ、昔ツイキャスやってたけど、もうその時は、よくて5、6人？その頃に比べればだいぶ見てもらえてるなって思うわけですよ。まあとにかく自分が楽しいと思うこと、進み出したからには止まれない、止まりたくない。うんげしょんげでいきますよ。これからも見ていただけると嬉しいです。30超えて新しいことを始めても人生なんとかなるよっていうのも俺が証明していければなと、な感じかな。まあ、ちょっと、まだご飯食べてない、食べ終わってないけど、今度はネギトロ。まあ、こんな感じで、今回ちょっと雑談動画撮ってみました。いかがでしたでしょうか？はい。まあ、引き続きまたね、普段の歌でおふざけ、楽しんでもらえばなと思います。はい。じゃあ、今回はこの辺で。はい、雑談動画でした。はい、バイバーイ。またね。ケツゲ。ケツゲ。